はい、おはようございます。本日も、近くの公園の方から、本日の最終目標は、向こう側です。向こう側の方に向かいたいと思っております。よろしくお願いします。いや、暑いですね。この今年の8月は暑い。もう1時間ぐらい乗ってます。そうですね、もうぶっ倒れそうです。ほんまに皆さんもお気をつけください。はい、これで大体、11本目ぐらいですかの、アップロードと言いますんですか、上げることになりますけども、私はこの動画を撮るにあたりましてですね、もう20年のブランクがございます。そのためになかなか勘が取り戻せません。撮影の勘もですね、20年前はもっとうまかったんですけどもね、なかなかフィックスが取れません。はい、それで、動画を撮り始めまして、だいたい半年ぐらいかかってしまいました。最近やっとですね、昔の感が取り戻せるようになりまして、フィックスが取れるようになりました。でですね、この作品の作り方といいますか、動画に関して、感を取り戻すためにですね、基本となるような次な作品をよく見るように最近はしておりました。その中でですね、私がよく参考にしたのはですね、韓国のテレビドラマのですね、監督に素晴らしい人がいらっしゃいまして、名前を、イ・ビョンフンさんって言ってもいいのかな、韓国ではイ・ビョンフン監督です。国際的な俳優にですね、イ・ビョンホンっていう人がいてますけど、一文字違いでイ・ビョンフンという監督さんがいらっしゃいます。この監督さんの代表作はチャングムです。皆さんも一度ぐらいはお名前を聞いたことあると思いますけど、お名前よと思います。噛みっぱなしですいませんね。もうナレーションも下手くそでごめんなさい。耳だれだと思いますけども、よろしくお願いします。この韓国のドラマで、チャングムですね。チャングムというドラマは面白い。あなたもし見たことがなければですね、ぜひ見てもらいたい。で、チャングムはですね、だいたい60話近く、60話越してんのかな、もう5、60話のドラマなんですけども、もう40話ぐらいを超えますとですね、もうジェットコースタームービーです。どんなストーリーかもうクソもないですね。例えばですね、15分ぐらいでチャングムは敵の罠にはまりまして牢屋に入ってます。で、また15分ぐらい経ちますとですね、今度はね、悪役の方が捕まりまして牢屋に入ってます。ちゃんもよかったなと思ってる間もなく、その後15分ぐらい経ちますとですね、今度はチャングムと悪役がもう2人とも牢屋に入っていて対決すると、さあ牢屋から出されるのはどっちだみたいな、ものすごいジェットコースタームービーです。面白いですよ。もう小さい頃の子役の子もうまくてですね、ぜひ見てください。ものすごくもうハマるのは受け合いします。気合いしますという日本語もおかしいですね、すいませんね。今はですね、だいぶと神戸の近くまでやってきました。一つ公園が手前にございましたので、そこで撮影しています。で、撮影の話に戻りますけども、今現在この撮っている画面なんかをよく見てもらいたいんですけども、私はフィックスフィックスと言い続けてますけども、もうこのフィックスを取るにはですね、勘が戻らなければいけません。こうやってですね、じーっと我慢するんですね。このカートなんかもうよく我慢されてますね。大したもんです、哀れながら。はい、こうした
止まった画像を重なっていくことが動画です。動画はフィックスで始まって、フィックスに終わる、そういうのを基本にしてもらいたいと思います。これほんまよく頑張ってますね。でもねこれねもう一つねちょっと構図が良くないですね。向こう側の空が抜けすぎてます。あそこに何か、雲でもちょっとかかってたらすごくいい動画なんですけども、惜しいですね。あこれもですね、あの上が抜けすぎてます。白ちゃけてますね。しっくりきてません。あちょっと残念ですね。まあそこら辺の兼ね合いはですね、もうじっと我慢してそこで待ち続けるかですね、諦めるか、はい、このようにお茶を濁すかという、もうこの3つぐらいしかございません。大抵私はお茶を濁してしまいます。申し訳ないです。はい、とにかくでも最近はこうやってフィックスがまた取れるようになりました。すごく大事なことは今自分が何を撮っているか確認しながら、撮るということです。フィックスを撮るんだと、止めた画面を撮るんだという意識を持って皆さんにも撮影をしてもらいたい。そうすると自然とフィックスの3要素ですね、ポジション、アングル、サイズを決めることに意識もいきますので、止めることを意識して撮ってもらいたい。昔はですね、昔はと言いますか前はですね、フィックスというのは手持ちでは無理やったんです。絶対三脚が必要だったんですけども、最近のスマートフォンはこの手ぶれ防止装置が素晴らしいですから、なんとかフィックスで構成できるんじゃないかと思いまして、また私は動画を撮る始めるようになりました。はい、向こう側に到着しました。で今のがフィックスでしたね。でこれもフィックス、これも頑張ってフィックス撮ってます。今3カットも続きました。まあ次のカットは多分広いカットいきましたね。これはもうそろそろパーンして全体を見せると思います。違いますかね。あパーンし始めましたね。全体を見せるためにパーンし始めました。どうしてわかるかというと自分で撮ってるからです。はい、自分で撮って自分で褒めなきゃいけません。はい、それが大切です。はい、本日はこれぐらいで、次回にはそろそろカメラワークの方に入っていきたいと思います。ありがとうございました。